お城が買えるほど貴重な骨董品でも、人が得る快楽はそれを手にしたほんの一瞬だけよ。はい、というわけで賭けでございます。今日もね、元気に原神やっていきましょう。今回からね、リーユエ編に入らせていただきます。いやー、もう待ちに待っていましたよ。推しのね、行幸さんの登場する場所ということでね、もうそわ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 しながらマップをね進めていたんですよ。リーユエのね、街並み自体はね、ちょっと前から見てたんですけど、まあなんかうっかりなんかね、トリガーを引いて何かが始まってしまうことを恐れて、すごいなんか表面的なところしか見てなかったんですよね。なのでね、こんながっつり入って、堂々とね、門から入っていくのね、すっごい初めてでワクワクします。まあ、普段からこうやって行幸さんをキャラクターとしてね使っているんですけど、きっとね、ストーリーで会うとまた一味違うんじゃないかなって思いながら進めていきましょう。一応主人公にしておこうかな。行幸さんのところだから行幸さんにしたいんだけど、こういうね、イベントを進めるときはだいたい主人公を選びがち。というわけで、いきます。あそこか、始まってしまう私のリーユエ編が。元神に会いたいなら、うん、チャンスは1年に1度きりだ。そういうお話でしたね。うん、ウェンティがね、最後に別れ際教えてくれたもんね。銀融野郎が開催を教えてくれたから気づけたんだ。いや、でもそれでもパイモンもさ、こうホタルちゃんよりはいろいろ知ってますよね。ここの人たちに聞いてみよう。うん、あ、そうだ、元神モラクス。モラクス、ソロモン72柱のなんか牛の魔人っていう私の過去のイメージしかないんですよね。オイラたちみたいなよそ者がリーユエで元神の名をそのまま呼んだら、すぐにブレイク。海外にありがちなやつ。だからここはリーユエの人たちと同じように元王帝君。元王帝君ね、すごいじゃないパイモン。なんかもう空飛ぶガイドブックよ。それじゃあ行きますか。突撃インタビューのお時間。君たちも七星ゲーセン儀式を見たい。あ、なんかめっちゃいい声のおじさん来たな。ここの誰もが見たがる儀式だからね。なんかあのお祭りの時期にテレビのインタビューが入るみたいな感じだな。昨年の新宅にあった17のお言葉は、うん、市場に大きな影響を与えたんだ。なるほどね。それに今年に入ってからずっと天守園の行幸様が動くという噂を耳にするし、ね、行幸様、神の目の持ち主が元素の力で作った岩石を彼女は税務上の鉱石の範囲から除外したいらしい。なるほどね、なるほどね、わかる。なんとなくわかる。そのなんか詳しくは言えないけど、信託と市場に関心を持つ人々が多いのも、うん、この貿易港の魅力の一つだ。うんうん、岩王帝君はね、七神の中で最も古い人柱なんだ。最も古い、その先を見据える目を我々はいつだって頼ってきた。うん、それに今年の新宅、いや、なんか本当あれですね、あのウェンティと違ってやっぱり神と人間の距離感が結構まだあったっていうか、なんかまだ縁があった感じですね。なんかウェンティは本当もう自由にやってくれみたいな感じだったけど、ゲーセン儀式に参加しに行ったわ。歴史の証人になるとか言ってたわね。うん、ただなんかこっちの人たちは身近に感じているよね。私に見せ場をさせるなんて。うん、なんか神様っていうか、ちょっと偉い人が来るぞみたいな、なんか構えだもんね。いや、君たち七星ゲーセン儀式を見るために他国から来たのかな。はい、観光に来ました。嬉しいんだね。うん、そういえばこのリーユエに数十年も暮らしてるのに、なるほど、ったことないよ。うん、そういうのあるよね。でもこれがあ、そうそうそうだね。行かない名所というやつか。行った方がいいよ。それはさておき、君たちの旅路に幸があらんことを祈ってるよ。行こう。お兄さんも行こうよ。一緒に行こうぜ。っていうか、なんかついでに案内とかしてくれよ。右も左もわからねえんだ。はい。おーいしょ。あ、ごめんごめんね。はい、お姉さん。七星ゲーセン儀式。はい。確かに言われてみれば。ええー。
人によってまちまちなのかな。この先1年のリーウェイの経営方針を導いてくださるの。お姉さんは興味ないの？新宅を迎えたのは確かリーウェイ七世のユーヘン。ユーヘン、これでユーヘンって読むの難しいな。ああ、それならオイラも知ってるぞ。知ってるんだ。パイモン、モンドが自由の都であるようにリーウェイは。ああ、そういう話。国で商業と貿易を大切にしてるんだ。7つの勢力を代表する7人の商人。あ、もう偉いな。リーウェイ七世がこの国の実質的な管理者だぞ。聞きましたか皆さん、パイモンはこうやってたまにすごく頭が良くなるんです。リーウェイの真の管理者はずっと元王帝君。なるほど。七世は人間、帝君は神様。うん、モンドには自由の神様がいないけど私たちのところは違う。うん、そうだね。神様が存在する。お、そうだな。説明するのも難しいわね。あなたたちも。あ、まあね、でもそういう感覚っていうのはやっぱり違うとわからないもんね。私たちの国、神と共にある歴史を体験するといいわ。うん、体験しよう。じゃあ早速七星ゲーセン儀式を見に行ってくる。いや、めっちゃワクワクします。なら玉境台に行くといいわ。お姉さんも行きましょうよ。高いところを目指すのよ。高いところ、なるほど。まあキラキラロードが導いてくれることでしょう。ありがとうお姉さん。おう、あ、人集まってますね。あ、ゲーセン儀式の日に願い事をすると叶うって聞いたぞ。ほんほんほん。試してみたらどうだ。ちょっと待って、もういる。ちょっと人人が行幸さんおる。ちょっと推しを見つけて興奮するオタクがいるよ、ここに。止まれ。あ、七世ゲーセンの部外者はここまでだ。すいません。キチン、すいません。いや、ちょっとお見苦しいところを行幸さんに見られてしまった。いやー、でもまだお近づきにはなれない。いや、突然興奮する患者みたいになっちゃった。いやあ、君も戦記に触れに来たのかい？ああ、なるほど、そういうやつか。この日に願い事をすると、うん、帝君と仙人たちの加護を選ぶ。なるほど、そういうやつか。いや、結構すっからかんだから、私ちょっと反対側でやりますよ。あ、ホタルちゃんの願い事はね、いつでも切実ですね。私は行幸さんにうつつを抜かして、兄上のことなんてすっかり忘れておりました。申し訳ない、ホタルちゃん。申し訳ない。もう一個やらなきゃいけないとね。うんうん。イバノビチさん。いや、一目で北の国から来たなっていうのがわかる名前してる。リーウェは初めてかい？実は私も初めて。あ、なるほど。七星ゲーセン儀式を見に来たんだ。ほら、あれがリーウェ七世の存じておりますよ。もう日頃からね、お世話になってるんですこっちは。そうだ、知ってるかい？リーウェの仙人たちの多くは獣の形をしていてね。元王帝君自身もこのような公式の場では半分キリン半分竜の姿を見せる。牛じゃないんだ。願い事、あれ牛じゃなかったっけ。さあ、あの、私のちょっと子供の頃調べた知識なんでちょっと間違ってるのかな。牛だったと思ったんだけど違ったみたい。それともなんか作品の中でちょっと改変されてるのかわからないけど。願い事もしたし、うん、あとはここで儀式が始まるのを待つか。うん、うーん、行幸様。いやあ、とどれくらい必要なのかな。待つよ、私は待ちますよ。行幸さん、いくらでも準備していてくださいよ。っていうか、これ祈りを捧げると光るってどういうシステムなんだろうな。不思議だな。イバノビッチさん知りません？厳密にはどれくらい待てばいいのかな。うわ、人がたくさんいるぞ。もう少し前に行こう。後ろにいたら何も見えないぞ。時は満ちた。
君が殺害された。この場を封鎖しろ。もうええしか言えない。死んだ。って言ってる場合じゃないか。現場近くにいた怪しいやつ。いや本当なら、あ、いや今本当ならちょっと行幸さんの素敵さについてちょっと語りたかったのに。あれ。オイラたちもその現場近くにいた怪しいものってことにならないか。そうなるな。いや一応栄誉騎士の肩書きが私にはあるのだが通じるのだろうか。いやこれあれかな。ああなるほどね。これ天空のライヤーで見たな。逃げるやつか。でも天空のライヤーの時に比べたら結構なんかあの結構視線が散漫。あやばい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 。逃げろ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 。あれこれこれいけるんじゃないですか。あれあれ私上手くなってる。ちょっとなんか遮蔽物少なくてちょっとやばいかなって思ったんですけど、あれでもこっち行ったらまたさいるんじゃないか。なんでこっちにあの道案内出てるんだろう。そーっとそーっとね、あ仕事を殺して、あありがちありがちなやつ。もうパイモンは消えてればいいのに。おー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 おお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 、かっこいい。お嬢ちゃん動かないで。あれ、誰あれでもこの人。こっちだ。あれなんか見たことあるなこの人。ついてきて。あのごめんなさいね、あのムービー中なるべく静かにしてようって思ってたんですけど、なんかやっぱ喋っちゃった。うん、疲れたぞ。いやもうほんといろいろありすぎてなんか頭がこんがらがってます。オイラの幻想の翼はめちゃくちゃ疲れて。そう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 、こちらさんはお前なんかこの人なんか見たことあるんだけど、なんだっけ。タルタリアだ。タルタリア呼んでくれていいよ。講師。なるほどね。なんか名前からしてなんかやっぱりなんかあれ北国の人。オイラたちを助けたからって見下してないか。どういう原理なのかわからないけど。そんなつもりはないさ。名前というものは。いやほんとなんか一気にいろいろ起こりすぎだよ。君たちはモンドで宿女に会ったね。ね。宿女。あ、つまりそういうことか。なるほどな。あ、なんかつけてるもんね。別に喧嘩を売りに来たわけじゃないから。どうやら宿女は仮面ライダーみたいなところに悪い印象を与えたようだね。あれついてるね。あの女のことは俺も好きじゃないんだよ。ひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助けに来たんだ。いやそんなんで忘れられるかい。もうウェンティ腹パンされてたぞ。俺は悪いやつじゃな、いやまあ悪いやつか。え悪いやつなん。とにかく君たちと喧嘩したいわけじゃない。とりあえずこいつを倒すなんて考えは一旦置いておいてくれない。じゃあいつか寝首をかくということで。サンキューな騎士さん。うん、君のモンドでの活躍は聞いたよ。あそうなんだ。だからやっぱさっきの儀式、やっぱ有名なんだな。君のことを少し観察させてもらった。栄誉騎士だもんな。だからこそ君に怪しい動きはなかったと知っている。うん、神を殺した犯人は別にいるだろう。え本当に死んだの。けど何かわしいかな。ファデュイはスネージナヤの使者だ。うん、こんな大きな事件に対して俺の証言は信じてもらえないだろうね。そうだね、全く根拠というか説得力ないもん。リーウェを統治する姿勢はいつだって俺たちを疑惑の眼差しで見てる。それは仕方ないさ。それはファデュイのせいだと思うけど。実際やらかしてるからね。それは否定した方がいいのかな。まあいいさ、知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ。うん、俺も警戒されるのには慣れている。しかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら、うん、君には北国銀行まで来てもらう必要がある。なるほどね、やっぱ北国の人なんだね。それにここに留まり続けるのも良くない。うん、リーウェには壁に耳ありということがあるからね。障子に目ありじゃん。
本当に何度も言うんですけど、一気にいろんなことが起こりすぎて、なんか頭がこんがらがってしまってコメントがね追いつかないですね。とりあえず行けと言われた場所にもう淡々と向かうことでしか私はもう動けない。もうだって言いたいこといっぱいあるもの。この道中本当はカットしたいんですけど、言いたいことがいっぱいあるの。まず行幸さんが素晴らしい、行幸さんが素晴らしい、行幸さんが素晴らしいっていうことにつきますね。いや、そしてガンオテイ君死んだのか、話聞けんかったなみたいなね。あ、いたね。北国銀行。そう、ここはスネージナヤがリーウェイに開設した銀行だ。うん、リーウェイはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にもお金はたんまりとあるからね。あるところにはあるんだろうな。貧乏な国だったら上から目線の偉そうな銀行家セピロス騎士団に派遣する余裕なんてない。あのタルタリアさん気をつけてください。うちのパイモンお金のことに関するとちょっとなんかきつくなるんで。何もらったの？これは。さてね、時としてお金で物は買えても名前は買えない、うん、簡単に言うとこれは目印となるものだよ。何くれたの？人が君に危害を。なんかさ、警戒しとけって言っといて結構なんか親身になろうとするじゃん。なんか企んでるでしょ。キリハラの西に石林がある、絶雲の間という場所だ、うん、リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。ああ、彼らはその伝説を信じてる。あ、電気ついた。だから人々は絶雲の間の近くまで足を運んで仙人にお参りしても中に入ろうとは一切しない。まあ、霊剣新たかみたいな、あの言い方合ってるかな。でも俺はそういう場所なんだろうね。信じる必要なんてないんだ。なぜなら絶雲の間に仙人が確実に存在していることを俺は知ってるからね。ん？ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会って、そうだね。なんで会うの？ねえおちびちゃん。おちびちゃん。人が仙人にお願いするときってどんなときだと思う？その多くが金のためであり、あ、そういうの、そういうのなんだ。良縁を結ぶためだ。神様と一緒なんだ。普通の中に現実の真相。七星が仙岩軍を派遣したのは儀式を見た者の中から犯人を探そうとしたからだ。しかしただの凡人があの仙軍を一掃したという武神を簡単に殺せると思う？そうだね、それがね。別に神の力を捨てたわけじゃないんだよ、うん、こんな雑な対応七星らしくない、おそらく。何を知ってるの、タルちゃんは？もしくはごめん、タルちゃんって呼んじゃったわ。隠すためかもしれない。うん、タルタリアさんは何を知ってるの？わからない。今北国銀行が仙岩軍の捜査を遅らせてはいるが、それもずっとは続かない、うん、それに仙人には関係がないからね。リーウェイは岩神と仙人たちが共に作った地だ。いやでもこの一件に関してはな、仙人の元へ行くといい。仙人ももう気が気じゃないだろう。早くねじ曲げられていない真実を彼らに伝えるんだ、今このリーウェイで君を助けてくれる人物は。何、先に味方につけろってこと？他ならぬ絶雲の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。私なんかね、心がそわそわしちゃって、なんか上辺のことしか頭に入ってないですよ。わ、ランク上がっちゃった。近畿滅却の札ね。了解。というわけでその例の仙人とやらに会いに行きますか。どうなってしまうんだ。いや、ワープポイントいっぱい開けといてよかったな。何者だ。なぜ勝手に絶雲の間に入った。あのごめんね、ほんとこういう時にちゃんと言語を発して実況ができなくてごめんなさい。近畿滅却の札。あのね、めっちゃ好きっていう感想しか言えません。ごめんなさい、ほんと。何この鹿さん、めっちゃ可愛い。名前長い、長いな。長いし、漢字ばっかりだし。いや、あの、なんていうか、私もよく分かってないんです。すみません。おお、こんなところまで逃げていたとは。隊長、これ以上絶雲の間には入れません。仕方ないだろう。犯人を捕らえるのが最優先だ。
創造し、うん、彼らを送り返せ。だが殺生をしてはならぬ。無茶を言いおるの。あ、じゃあというわけでとりあえず、え、結構いるね。結構いるね。鶴逃げたね。バイバイ。なんかシュールだな。さて本題に戻ろう。旅人よ、来訪の理由を述べよ。はい、実は、あ、ショートカットね、ごめん。黙り込んじゃった、またなんか始まるのかなって思って。実に嘆かわしい。リーユエ七世、うん、かわいい。失望したぞ。お怒りのところ申し訳ないんですけど、ちょっとこのデザインが好きすぎる。名前なんだっけ、昨月だっけ。儀式を見に来ていた一般人に容疑をかぶせたと。いや、なんか真実はまだちょっと闇の中なんですよ。まだそうとは決まったわけではないんですよ。何もかもが想像の域なんですよ。我に一つ案がある。しかし我の独断では危うい。仙人たちに知らせる必要があるだろう。その禁忌滅却の札を持って我の言葉を伝え。このお札って何なの。三井定山神君。え、なんで。龍雲釈風神君。名前が難しいよ。この二人はここにおるが、会えるか。5分後には忘れてる、この名前。あだ名つけていい。身を任せるとよい。うん、それともう一人、うん、何人いるの。あ、高麗体制の御法夜叉が。あ、これは覚えやすいかもしれない。夜叉さんね。他の者には防除旅館に行けば会える。なるほどなるほど。あ、じゃあ次はその人に会いに行くって感じかな。いやー、名前難しいですね。仙人様はご立派なお名前してますわ。あの昨月さんめっちゃ好き。お、早速でスカイパイモンさん。いや、ワープポイント開けといてよかったね。楽ちんです。うん、まあ不思議な形してる建物だけど、まあ旅館なんだよね。うん、ムービー入ったな。今回こまごまとほんとムービーが入ってていいな。モンドもそうだったかな、ちょっと覚えてないや。お、綺麗。めっちゃ綺麗ですな。いや、人が少なければね、こういうところに行きたいなって思うんだけど、まあ、ご時世柄ちょっと難しいのかな。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。どういうこと。うんうん、この人が、いや、御法夜叉さんだっけ。なんて読むのかな。夜叉って名前じゃないんだもんな。準備を整えては来たんだ。あ、そうだ、この禁忌滅却の札のフレーバー私読んでないから、結局何なのか分かんないや。お前たちが傷つかないという意味ではない。身分証ってほどのものでもないのかな。うん、すごい入れ墨ですな。千と万の世界に近づきすぎれば、うん、あ、神の目あるね。踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。うん、血も千人の気運に耐えられないだろう。うんうん、ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。え、に、人間のために言ってるんじゃないんだからね、みたいなこと。なんだ、ツンデレか。言いたいこと言って帰ってったね。いやー、パイモン、それよりも、あの、仙人の人たちの、なんか、覚えやすいあだ名を考えてよ。それは嫌だな。育成素材とか欲しいからな。うん。おかみさんが知ってるの？いや、でも私の中の、なんか、仙人のイメージは、まあ、なんか、あんな感じだけどな、なんか、人をなんか避けて、みたいな。そんな簡単には会ってくれないぞ、みたいな。ねえ。で、おかみさんが知ってるってどういうことなんだろう。おかみさんは何者なの。すごい名前してるな。あ、喋ってくれない。
あ、喋ってくれた。うん。ショウっていう名前なんだね。ショウ様ね。彼が自ら誰かと会うなんて滅多にない。ああ、いいんだ。あれはいい方だったのか。猫。あの態度で機嫌がいいのか。うん、機嫌が良くてよかった。仙人との絵はかなり貴重だもの。うん、でしょうね。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった、うん、だから数千年もの間貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの、うん、お神は物知りだな。そうだね。お神じゃなくてオーナーよ。あ、失礼しました、オーナー。あなたたちは仙人との縁を得た、うん、ここに猫を置くのずるい。あ、私のアドバイスに従って将様のご機嫌を取れ。将様機嫌を、あのご褒美者が喜ぶ姿なんて、うん、相当なツンデレだったからな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。そうなんだ。シェフに杏仁豆腐を作ってもらいます。杏仁豆腐を作る。私も杏仁豆腐好きだよ。めっちゃ好きだよ杏仁豆腐。杏仁豆腐は将様の数少ない好物、ね、そうなんだ、気が合うね。うん、まあ大体の人が好きだろうと思うけど。お前どんな料理が得意だ。蛍ちゃんのさ、得意な料理ってあったっけ。あまりミスが出ない料理だ。猫かわいい。ほい、というわけでシェフと会話する。シェフシェフシェフ、あ犬。ほい、休憩中だ。あ、失礼しやした。あ、すいません、杏仁豆腐だけでもなんとか。ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がない。なるほど、オーナーの命令なら仕方がない、うん、そうですよ。残念だ、今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。なんで声震えてんの。剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように、うん、料理人の手は、うん、犬、料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手は、なんで。すまないが、うん、ちょっと思い通り、そんな立派な手を持っていて、原因か、うん。なんかこのゲームほとんど何があるかわからないな。パイモンもなんか幽霊みたいなもんでしょう。見てよ、浮遊してるよ。ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々。いやパイモン、あなたも人のこと言えないでしょう。この防除旅館が安全じゃないかと思う。あ、犬、杏仁豆腐も作れない。やしゃおるのに。最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。うん、行ってみましょう。特に何も、うん、あんなあからさまなの。パイモン、お前かわいいにも程がある あるでしょ。何今の。もう一回聞きて。ほい、あ、お前たちも見たから、うん、いましたね、あからさまなのが。うん、一体どうしたら。この様子じゃもうダメかもな。どうする。もう私が代わりに作ってもいいんだけど。ゴレットに聞いてみよう。うん、オーナー、元は大熱人のくせにそんなことでビビるなんて。あ、猫、ゴレットはお化けが怖くないのか。そんな類のものなんて今までもたくさん。いや、まあ千人おるしな、犬もおるしな。千人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに。あ、ゴレット、みんな知ってるわけじゃないんだ。オーナーしか知らないんだ。私の秘密。おお、何者なんだ。やめて犬、そんな可愛いことしないで。話が頭に入ってこないんだ、やめて。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、
人の魂は千人ほど強くない、うん、千人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわどういう鳴らし方なんだろう。そこにリーユエで千年もの間伝わっているコーマインが描かれている。コーマインね、それを見てきなさい。見てくるだけでいいの？この旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて、うん、え、何？え、どういうお使いこれは？まあ行ってみるか。おー、いい。あ、これを見て、完全なやつが見える場所に行くと。了解。お、ここか。ここから、こう？あ、お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 、いや、パイモン違う。今私はそんなことよりも、謎が解けたことの感動の方がでかい。ああ。ええ？あの負けず嫌い。あの壊れた遺跡主へ。よいしょ。お化けに憑依されたのか？え、どういうこと？コメントをしていいのかな、ここ。大変だったな。歌のテンションと女の子のモーションがかけ離れている。お化けだからって怖がらせるのは良くないぞ。パイモン会話してないよ、もう。我々一方的に歌を聞かされてるよ。なんでこんな元気なモーションなのにこんな可能なくような声で歌ってるの。姉ちゃん、もうお客さんたちをからかったりしないよ。おお、よかった、話通じた。お姉さんが姉ちゃんと遊んでね。うっす。もしお姉さん来てくれなかったら。いや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 、怖いのよ。普通に怖いやつやめて。さすがにビビるわ。はあ、終わった。ウィー、うん、もうバッチシ取り付けてきましたよ。私という人質が生まれてしまったけどね。なんか定期的に遊べみたいな感じになってるから。あ、頼んますいっぱい謎解きしたんでなんだそのモーションは。杏仁豆腐をゲット。翔さん、出来たてほやほやの杏仁豆腐お上がりよ。またお前たちか。へい、ストップ仙人。これはお前の大好物の杏仁豆腐。うん、杏仁豆腐とさ、サラダってどういう合わせよって思うかもしれないけど、そこに目をつむって食べてください。食べるのに夢中になった。手渡しだもんな。テーブルとかないのか。そこの手すりに置いて食べる。豪邸君にそんなことがあったとは、うん、我には想像もつかない。ああ。どれだけ時代が移り変わろうと、身近だった存在がさ、急に死んだって言われてもね。想像したこともないからな。うん、人間界を管理する姿勢は。この事件の裏でどんな、あのさ、このね、前々からの話題で思うんだけど、この七星、つまり行幸さんが敵に回ってしまうってパターンなのかな。それすごく嫌だな。せっかく会いに来たのに敵になっちゃうの嫌だな。属性に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。恐ろしいわ。我らの神は契約の神だからな。うん、なんだい？なんだ？同じこと言っちゃった。姉ちゃんって。あ、パイモン、そこに触れるんだ。怖がってたくせに。退治をするとき、まれに人に悪意を持たないが、成仏できない。この一部始終、杏仁豆腐を食べながら答えてくれてるのかな。しばらく世話するよう頼んでいた。幽霊の世話？変わってんね。広すぎ
大丈夫、星1レビューとかつけられてない？大丈夫、私が星3レビューつけとくよ。満星3ね。星3レビュー。たまに幽霊とか仙人がいるけど、とっても面白いし、見た目も可愛いし、かっこいいから、OK です、みたいなレビューつけとくわ。みんなも運が良ければ会えるかもね、みたいなね。